だいぶ息の整え方が分かってきましたわ。メニューは一通り終わりましたけど、この後はどうします？ちなみに私はまだまだ走れますが。そうですわよね。この程度で音を上げたりなどしていられませんし。それでは行ってまいりますわ。トレーナーさん、こんにちは。マックイン、調子良さそうですね。さあ、ライバルの調子が戻ったところで、私も春の天皇賞に向けて頑張らないと。こちらこそ。やっぱりトレーナーさんに相談してよかったです。それではレース楽しみにしてますね。勝つのは私ですけどね。せっかくの京都ですし、京料理とか。あの、緊張をほぐすの下手くそすぎません？もう、しっかりしてくださいませ。トレーナーには大事なスキルですのよ。逆に、今ので気が抜けてしまったのではと心配になってしまいますわ。そうしてくださいませ。夢はもう手の届く位置にあります。あとは全力で掴みに行くだけ。ええ、必ず勝ってまいりますわ。レースもいよいよ終盤。到着した状態で各馬娘が第3コーナーへ差し掛かります。縦の栄誉を手にするのは一番人気メジロマックイーンか、はたまた他の馬娘か。伝わってくるよ、マックイーンの天皇賞にかける思い。私も本気でそれに応える。メジロライアンがペースを上げてきた。前を行くマックイーンとの差が徐々に縮まっています。最終コーナー残り600のところで後続も次々と差を詰めてきた。メジロマックイーンはここまでか。ここまでのはずありませんわ。勝利に向けて二人三脚でやってきた成果、見せて差し上げます。早い。ここでメジロマックイーン、一気にスパートをかけた。私だって末足の切れなら負けない。勝負だ。内からライアンも上がってきた。ものすごい末足で前へ迫る。しかしマックイーンのスピードも落ちない。追いつけない。それどころか離されてる。ライアンも必死に追い上げるが、その差は広がっていく。これは届かないか。やあ、先頭はメジロマックイーンだ。メジロマックイーン優勝。やりました、メジロマックイーン。見事春の天皇賞を制しました。ごめん、遊ばせ。はしゃいでしまって。でも、それほどの結果なんですもの。そして、
この結果を出すことができたのはトレーナーさんのおかげです。たった一人のメンバーのために尽くしていただいて本当に感謝していますわ。これからもたくさん勝利を重ねて差し上げますわ。さあ、この後はウィニングライブ。応援してくださった皆さんに歌で感謝を伝えてまいりますわね。本気の夢があるから何も恐れた